NHK の生の歌番組に出演するっていう、はい、我が心の大阪メロディーっていう、はあはあ、リハビリを頑張ってもらって出れたら出るってことで、結構な重さのこのオーロラ飾りをつけて、はい、着物を着て、うん、一番のネックは草履、歩いて行って歌って帰ってこれる練習、喉の筋肉もまあ落ちてて、カラオケ屋さん発声練習、こんなに出なくなるものかっていう、うん、でも彼らって筋肉を復活させたのかね、うん、で、泊まりで行くわけじゃないですか。そうですね、もう体力がないので移動だけでもうその日は任務終了みたいにして、うん、その次の日がリハーサルと本番 でその日も泊まって次の日にまた会えるっていう、はい、3日間でそれを成し遂げる、うん、入院中に2泊3日旅行するっていうか、うんうんね、まあでも病院のルールとしては4日はダメなんです。でも3日目までは大丈夫みたいなのがあってそのリハビリしながら自宅に戻って2泊して自宅の感じを練習してまたリハビリ病院に戻って練習、うんうん、リハビリをするっていうカリキュラムというかあるんだよ、ね、そういうのがあるので急に戻ると大変だから徐々に徐々にみたいなのがあるからそれがちょうど寸法があったみたいなって普通の人は自宅に戻ってリハビリをするところが仕事場に行って、テレビに出て、周りの人もあれでしょ、みんな応援してくれたり、あ、そうだから生放送なので、はい、見てください見てもらえるので、はい、夕飯終わった、夕飯終わってリクリエーション、そうそう、リクリエーション大会の時間だね、なんだかみんながまったりとしているところで、はい、まあ、あのリハビリ先生方はもちろん、うん、まあ、あの仲良くなった、うん、あの他の患者さんのテレビ見てる人はまだ知らないので、そうですね、はい、普通に歌ってはんねやなみたいな、そう、で自分としても病気のことをその時は公表していなかったし、NHK 側としてもすごく楽しいお祭りのような番組だから、その病気なんですっていうことは伏せて、はい、それが分からないようになんかわー楽しいなって歌って吐けるっていうのをミッションにしましょうって与えられたのですごい頑張れたっていうか、でもちょっとあれですよね、本番ではハプニングもある、はい、まずそのどんな状況か言うと、うん、わーってオープニング始まって、うん、歌がわーっていろんな人がわーってなって、うん、で私の出番は、舞台の袖のあたりに MC 席があって、うんうん、藤井隆さんと中村玉緒さんと小田切アナウンサーの3人が、うん、まあ、司会でいらっしゃって、うんうん、でそこにあの、まあ、てるちゃん出てきてまずトークをする、はい、でそこにあの水谷知恵子さんがやってきて、はい、あらどうしたんですかみたいな、うん、今日は可愛がってるてるちゃんが出るっていうか私も来たのよって、私はハルカスで、阿部のハルカスでって言って、うん、で今日2人で歌うのよねみたいな、うん、まあ、まあ楽しくトークをして、うん、じゃあ歌の準備をしてくださいって、うん、よくあるパターンのね、うん、じゃあ行ってきますって言って、うん、2人がこうフレームアウトしようとした、うん、あともう一歩行っとけば映んなかったのにっていうところで私がドキッってなったんです、うん、はっ！ってあのだから動けなくなっちゃったんです。草履が取れてましたね。取れたんだ、はい、あ、そうなんだ。そうなんですよ。でもう内反しちゃって足が歩いて次の時にもうこうなってるから、で草履がスポッと脱げちゃったんですよ。そうすると頭に乗っけてる状態だし、健康な状態でも頭に乗っけて着物を着て脱げた草履を探すのはすごく大変だと思うんですけど、麻痺がある状態でもうそれできないですよね。右足が効かないのに右足で草履を探せるわけがなく、でこうズサってなる、グキってなったら左足は一応分かってるはずなのに、うん、もう下半身が全部感覚がないような感じなのね、うんうん、よく分かんないので、うん、
だからとにかくそこグキってなって止まったらそこから動けない、うんうん、その探すとかもうできない、うんうん、もうなんだろう、感覚としては上半身だけで生きてるみたいな、下に何にもないみたいな感じなの、うんうん、だからどうすることもできない、笑うしかなかった、はぁ、あ、はぁ、あ、みたいな。でその時あなた頭が重くってって言ってたのね。あ、そう、そう、だからみんなはお客さんとかは頭に注目をする、足元よりも頭、そう、それであのだから水谷さんもなんか、うん、ちょっとグラグラしながら歩くの大変そうだったから、頭が重いから足グキってなったんだなみたいな思っている感じかなとか思った時に、うん、藤井隆さんがさっと草履を履かせてくれた、うんうん、草履を履かせてくれて、でスタッフさんも2人バッバッて来て右と左をこけないように抱えて、でゾゾゾゾゾゾゾってこうさっき10メートルって言ったんですけど、多分5メートルだったと思ってて、あ、そう、うん、画面でいうこっち側に MC 席があってステージがあるので、うん、こっからここが全体が10メートルなんですけど、ここが多分5メートルぐらい、この距離をこう抱えられた宇宙人のようにゾゾゾゾゾゾって言って、足のサポートを藤井隆さんがやってくださってたんですよ。でも本当はその時に藤井さんがオーロラテルコに関するコメントを読むっていうお仕事があったんですけど、それをもうのけて助けに来てくださった。すると小田切さんと中村玉緒さんが藤井隆さんのセリフを当たり前のように掛け合いをしてつないでくれて、で藤井さんがスッと戻ってきて、であなたはもうスタンバイ位置にで大丈夫な状態になって、はい、でグキッとはなったけど、皆さんが連携がすごくて映ってないかなと思って、ギリ OK かなと思って、そのまま普通に歌も始まったし、はい、歌ったし、2人で顔を見合わせたりして、でまあ終わったので、なんかもう全然 OKOK みたいな、ちょっとグキってなっちゃったけど OK と思ってたんだけど、うんうん、記憶の中では、はい、でも昨日を見てみたの、はい、結構映ってて、うん、そうです、スタッフさんが駆け寄ってるところ、藤井隆さんが草履を履かせようとしてくださってるところ、後ろから僕がで覗いて映り込んでしまったところとか全部映ってるんですよね。まあ、とにかく何かあったなっていう感じはちょっとあって、はい、で見ねちゃんもハッてなってでそこから小田切アナウンサーと中村玉緒さんの方に切り替わったから、はい、その道中は映ってないんだけど、はい、次はもうステージで2人で並ぶ、はい、歌が始まるんですけど、はい、なんだろう、あの着物ってこうやってね足をさ、うん、内股でこうやってしなきゃいけないし、うんうん、揃えなきゃいけない二葉、うんうん、立ちしてもうこけてはいけないっていうのもある、そう、だから二葉立ちして、うん、ガニ股で、で歌ってましたね。当初は歌い終わってそのまま右の方へ履けるっていう段取りだったんですけど、いろいろ変わってその後すぐ VTR が入ることになったので、映らないですからもうゆっくり履けてくださいってなってたんですけど、 そこもスタッフの方がバーってそう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 って言って行ったから、もしかしたら会場にいたお客さんはびっくりしたのかもしれないですけど、お客さんはどうしたんだろうぐらい、うん、でもまさか脳卒中の入院をしている人だとは多分思わない、まあ、全く思わない、グキってやっちゃって捻挫をしたとか、うん、足を負傷したのかなみたいなことはもしかしたら思ってでかもしれないですけど、やっぱりうまいなと思うのは頭が重いって言ったから、多分みんな頭に注目してるので、うん、なんかきっと頭のあれが重いんだよっていう風なコメントも僕見た覚えがあって、あった、私もすごい調べて病気がわからないように出演するっていうのがミッションだったから、はい、あの終わった後にエゴサってやつした、はい、たらなんかちょっとなんか書いてあったんだけど、なんかハプニングがあったけど頭が重かったのかなみたいな、うん、病気とは結びついてなかったので、はい、セーフみたいな。で驚いたのが、
あの終わった後にその藤井さん挨拶に行ったら、はい、知らなかったって、はあ、私がそういう状態、病気だったっていうことを、うん、まあ、だから NHK の方もあんまり公にしてはいけないっていうことでご配慮だと思うんですけど、水谷さん、友近さんはご存知だったんだけど、あの藤井さんは知らされてなかったそうで、うんうん、知らないのにそんな風に動けて、すごいですね。しかも本当にそのごめんなさいね、知ってたらもっと的確に動けたんですけどって言ってもらって、うん、もう神様みたいな。ごめんなさいねって言えますかね。もう超感動、もう今でも涙が出るけど。すごいですよね。それであれですね、やっぱりそんな状態なのに頭よく 歌いますね。その堂々と歌ってたでしょ。ハプニングがねあったけどね、うん、だからそこでなんかあんま焦ったりとかしたら変になっちゃうから、もうここはもう切って、もう切り替えて。だからディレクターさんも驚いてましたよ。あれになったらもう途中で歌えなくなるんじゃないかってハラハラしてたけど、なんか朗々と歌い切ってましたよねって、素晴らしかったですよって言ってもらったんで、よかったなと思って。それはでも本当あの2人で歌ってたから。でそうか、そう、そう、1人では多分全然歌えなくて、水谷さんの2人で多分顔合わせててか、まあ水谷さんの方が全然上手なんだけど私あのなんだろう、あの拳も回らないしあの大阪弁も下手くそだからもう本当に水谷さん一人で歌った方が良かったんじゃないかとは思ったけど、でもそう、私はあれがあったからすごい頑張れたので、もう本当にありがたかった。あとちょっと反省点としてはですけども、はい、というところで今回はここまで。反省点は何かは次回のお楽しみ。それではさようなら。